バスク語は、スペインとフランスにまたがるバスク地方を中心に分布する孤立した言語で、主にバスク人によって話されている。スペインのバスク州全域とナバーラ州の一部ではスペイン語と共に公用語とされている。2006年現在、約66万5800人の和者がバスク地方に居住し、すべてスペイン語、またはフランス語とのバイリンガルである。文章は一般に、 ラテン文字で表記される。音陰論的な特徴としては、下端音と絶線音の区別があり、文法的な特徴としては、脳核と絶対核を使用する核の体系であることが挙げられる。語彙には、ラテン語、スペイン語起源のものが多く見られる。なお、スペインでは、フランシスコ・フランコ将軍の時代、使用禁止になっていた。バスクの名は英語あるいは、 フランス語のバスクの音訳であり、もともとはローマ帝国期に現在のスペインナバラ州やアラゴン州にいたバスコン人の名に由来する。バスコン人とバスク語話者は完全には一致していなかったと考えられているが、中世にはバスコンズという名称はバスク語を話す人々を指すために使われるようになった。スペイン語における伝統的な古称バスキンスもバスコン人のを意味する ラテン語のバスコニスに由来する。バスク語では、エイザカーといい、方言的な変異として、ユスケラ、エスクワラ、アスカー、オースケラなどがある。この語と対比させて用いられる語に、アーダラというものがある。外国語という意味で、かつては特にスペイン語、またはフランス語を指して用いられたものだが、これは語源的に、アーリ、半分とエラ、やり方に分けられ、 したたらずな話し方、不完全な言葉という意味であったと考えられている。エイザカーのユスックマイナスの方の意味は、はっきりしていないが、ローマ帝国時代のアキテーヌにいた、アウスキ人に由来するという説や、話すという意味の動詞の再建形、インウスマイナスに関係するという説がある。バスク語の方言、コルドスアソによる現代バスク語処方との、分類方言は、音音形態、 恋の地域的な変異が、比較的大きく、村ごとに異なるとも言われる。伝統的には6つから9つに分類されてきた。1998年には、バスク語学者のコルドスアソによって、再分類された。彼はいくつかの方言の故障を改めたほか、テーナファロア方言とラプルディ方言を一つのグループに、まとめ、エロンカリ方言とサライツ方言を、 東部ナファルは方言として区別した。彼の分類によれば現在話されている方言は語方言に分けられる。20世紀になって、バスク語アカデミーによって、標準語として制定された標準バスク語が、広く定着している。イベリア半島周辺の言語分布の変遷バスク語、バスク語は現存する。どの言語とも系統関係が立証されていない、孤立した言語であり、 西ヨーロッパで唯一生き残ったインドヨーロッパ語族以前の言語である。紀元前58年に始まるガリア戦争以前から現在のフランスアキテーの地域圏南部にはアクイタニア人が住んでいた。彼らの話していたアクイタニア語はバスク語の祖先かその禁煙の言語である。同時代のイベリア半島で話されていた言語には バスク語の祖先にあたるものは発見されていないが、バスコン人など、現在のバスク地方南部に住んでいた民族の一部が、アクイタニア語を話していた可能性がある。アクイタニア語の難言については、議論があり、現在のラリオハ州からオラあたりとする説やアラゴン州、一体とする説がある。アクイタニア語はおそらくアクイタニアの多くの地域で、早い時期に話されなくなったが、南西部では使われ続けた。 ピレネー南部では、バスク地方全域に広がり、4世紀以降には、ラリオハやブルゴス県付近にまで分布していたことが、当時の地名から確認できる。アクイタニア語を除けば、バスク語の使用を示す最古の文献は、中世初期のブ文や写本である。バスク州ビスカヤ県エロリオにある、アラギニエタ墓地の破壊詞には、バスク語の名前が刻まれている。 この碑文は883年のものとされている。また、ラリオ派のサンミジャン修道院で見つかったラテン語の写本に付された注釈にはバスク語が用いられている。これはエミリアヌス注釈と呼ばれ、普通950年頃のものと考えられている。10世紀以降、バスク語の人名や地名を記した文献が多く見られるようになる。主に相続、寄付、 納税などに関するラテン語の文書で、初期のものは、アラバ県ラリオ派ウルゴス県で発見されたものが多い。また、ギプスコア県のオジャサバル修道院の遺像に関する文書は1055年のもので、遺産の範囲に関する重要な語句がバスク語で書かれている。このような文書はとても珍しいものである。バスク語と系統関係のあることが幅広く支持されている言語は消滅した。 アクイタニア語だけである。長期にわたって真剣に検討された仮説には以下のものがあるが、いずれもバスク語学者の支持を得ることはなく、反駁されている。アフリカの言語、特にアフロアジア語族と同型である。ヨーロッパ諸言語の基礎語がバスク語である。インドヨーロッパ語族である。イベリア語がバスク語の祖先である。コーカサス諸語と同型である。アフリカの言語のうち、 ベルベル語など、北アフリカで話されているものとバスク語の系統関係を提案する説は19世紀後半から見られる。ガーベレンツやシューハルトに始まり、オーストリアの言語学者ムカロフスキーが同型語を確定する試みを数点出版した。しかし、釈用語、新語、存在しない語、幼児語、基音語や、ベルベル語の一部でしか使われていない語を比較に用いる。 彼の手法は批判されており、この仮説を支持していないバスク語学者が多い。バスク語をヨーロッパ諸言語の基礎言語と関連づける考え方はフープシミートに見られる。彼は陰謀語族以前のヨーロッパの言語としてヨーロッパアフリカ語族とヒスパニアコーカサス語族を想定し、バスク語はその名残であるとしたが、内的再建によって明らかになったバスク語の 音変化と整合しない部分があり、問題がある。また近年では、フェネマンがヨーロッパの河川名に基づいて、バスク語をヨーロッパ諸言語の基礎言語として提案した。これもフープシミートに対する批判と同様の観点から、知り添けるバスク語学者が多い。フンボルトイベリア語は、イベリア半島東部、南東部を中心とした地域で使われていた言語で、 紀元前6世紀から前1世紀にかけての金石、文に記録が残っている。その大部分は独自のイベリア文字で書かれており、20世紀半ば、マヌエル・ゴメス・モレノによって初めて完全に解読された。イベリア語とバスク語の系統関係を最初に明確に提案したのはマヌエル・ララメンディである。彼は、 1728年のラ・ンティーク・イダット・ワイ、ウナバース・レダド・デル・バスク・ウェンゼン・イエヌ・エスパーニャで、イベリア語は、バスク語の祖先であると主張した。この提案は、パブロ・ペドロ・アスタル・ロア、ついで、ビル・ヘルム・フォン・フンボルトに受け継がれた。この時点では、イベリア語の解読はほとんど進んでいなかったので、バスク語とイベリア語の系統関係が、具体的に検討されることはなかった。 1893年にエミール・ヒュブナーが基地のイベリア語文系を交換したことで解読は少しずつ進み始めた。フーゴ・シューハルトは1908年の大アイベリー種デュクロネションでイベリア語の核変化を再構成しバスク語の核変化と比較し対応関係を見出した。しかしこのシューハルトの主張はいくつかの理由から否定されている。20世紀前半には ゲルハルトベアがバスク語とイベリア語の系統関係を支持する証拠はほとんどないという否定的な見解を示す一方、イベリア語の解読に精力的に取り組んだピオベルトランはこの仮説を支持した。イベリア半島から遠く離れたカフカス山脈付近のカフカス諸語とバスク語と同語族を構成するという説がある。古くコーカサスはギリシャローマ人よりイベリアと呼ばれており、 ここからスペインに移住した民族が、バスク人の祖となり、イベリア半島の故障もそこから来ているという説である。さらに大規模には、シナチベット語族、ブルシャスキー語、デネエニセイ語族等も含めたデネコーカサス、大語族仮説も存在する。母音、a アユーイと、二重母音、i a o u ユ u イユ、e、は、多くの方言に存在する。これらの二重母音は、音声上は、 母音連続と区別されないが、音音上は常に一つの音説として振る舞う。消滅した、エロンカリ方言には対応する5つの美母音があった。また、スベロア方言にはこの他に、遠心埋絶強母音、Y と対応する6つの美母音がある。美母音の二重母音は、UI が、エロンカリ方言に見られたが、スベロア方言にはない。無機無性破裂音、PTK。 は、すべての方言にある。これに加えて、無性高校外破裂音 C が西部では T の4、東部では独立の音素として存在する。北部には有機無性破裂音 P、トン K もある。有性破裂音 BDG はすべての方言にある。音声上は対応する、有性摩擦音や接近音となることが多い。有性高校外破裂音 を持つ方言が少しだけある。ビオン、MN はすべての方言にある。歴史的にはすべての方言に3種類の無性摩擦音が存在する。無性絶対死刑摩擦音、S、無性絶戦死刑摩擦音、S、無性死刑高校外摩擦音、である。また、これらに対応する、破摩音、TSTS トン、もある。フランス方言では、STS、 無性絶線後部指揮音、トンで発音される。トンはしばしば、トンとも書かれる。西部では近年、絶線、下端の区別が失われている。この他に F が多くの方言に見られる。ビスカヤ方言には有声絶胆破裂音が、スベロア方言には有声絶線破裂音が存在する。北部には H もある。 ギップスコア方言やナファロア方言には次のような音素が見られる。この他に、スベロア方言には有機閉鎖音、有声摩擦音、正門摩擦音、前絶延伸母音がある。母音バスク語は普通ラテン文字で表記される。共通バスク語の聖書法では、スペイン語アルファベットと同じく、基本アザ26文字に、を加えた27文字が用いられる。このうち C、Q、V、 W、Y の5文字は外来語の表記にのみ用いられる。この他が外来語の表記のために U がスベロア方言の表記のために用いられる。バスク語の綴り字法は原則として表音主義的であり、綴りと発音の対応関係は比較的わかりやすいものである。統一バスク語の綴り字とその一般的な発音を表に示す。名詞句の構造は次のようになっている。 名詞句には必ずしも名詞が含まれなくてもよい。しかし、限定詞は極少数の例外を除き必須である。就職句と形容詞は複数回用いることができる。限定詞限定詞には次のような語が含まれる。定冠詞と指示詞にのみ数の区別がある。限定詞は数詞定冠詞の場合のみ二つ用いることが可能である。能格の例、メンドエックメンジアベイハーイージ,ージュ。 バイナ・ギザニック・ギゾナ・バイ。山は山を求めないが、人は人を求める。メンドエッグ、ギザニックのように形のついたものが脳核であり、つかないものが絶対核である。バスク語は、他の欧米言語との共通点の少なさゆえに、陰謀系言語は者には、習得が難しいとされる。芝良太郎は、気候文集、街道を行くの中で、 ローマの新学生の間で作られたバスク語学習に、ちなむ、神話として、神からどんな罰を与えられても全くひるまなかった。悪魔でさえ、三年間願老にこもって、バスク語を勉強する罰を課されると神に許しを乞うた、という話を紹介している。英語のジョークとして、悪魔が、バスク人を誘惑するために、バスク語を習ったが、七年かかって覚えたのは、はいと、いいえだけだった。 この変形として、バスク人は決して悪魔の誘惑を受けて地獄には落ちない。なぜなら、悪魔はバスク語を話せないからだ。といったものがある。フランスのバイオンヌにあるバスク民族博物館では、かつて悪魔サタンは日本にいた。それがバスクの土地にやってきたのであると、差し入りの歴史が描かれているものが飾られている。同じく陰謀系言語話者から見て、 習得の難しい日本語と重ね合わせている。ありがとうございます。